はい、皆さんこんにちは、伝説のリです。さあ、なんとですね、先ほど大母神格の運営さんよりついに新サバイバー作曲家の能力が公開されました。ということで今回の動画では、こちら新サバイバー作曲家の能力を分かりやすく解説の方していきたいなというふうに思いますんで、よかったらね、動画の方を見ていってください。ではまずはこちらをご覧ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、めちゃくちゃ壮大でしたね。そしてですね、まあこれ期待していた方も多かったように、なんと、これ音ゲーがね、ついに実装されてしまいました。いや、想像以上でしたよ。さあ、ということでここからはね、僕の解説で、詳しく、この能力についてね、喋っていこうかなというふうに思います。作曲家ね、いくつか能力がありまして、まず一つ目なんですが、こちらですね、調律というね、能力になっておりまして、これは作曲家の指針の足が速くなる能力となっております。まあ、このね、作曲家手に音叉というね、ものを持っているんですけれども、まあ、これを叩くことによって、なんと自身の、この移動速度を上げることができるんですね。こちら音叉を叩くと、なんと 0.7 秒間持続するこの調整エリアというのがね、生成されまして、この調整エリアでなんとこのようにね、タイミング、まあ、このね、音のタイミングみたいなのが出てきます。で、これに成功しますと、また次の、このね、音叉のね、まあ、この調整エリアが持続しまして、これ最大で6回連続で、これが持続します。まあ、0.7 秒間持続する、まあ、この調整エリアが、成功すれば続く、失敗したら終わるみたいな感じで、成功すればするだけどん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 この足が速い時間が長くなるという感じでございます。はい、まあ、こんな感じですね。うん、でしかもなんとね、この調整エリアが発生している間はこの作曲家の移動速度はなんと 50% も上昇してます。めちゃくちゃ足速いです。はい、だからこれね、チェイスでもこの音ゲーがねできるという感じです。まあ、この音ゲーをしながら自身の足を速めていくという感じですね。まあ、0.7 秒なんで、まあ、かなりまあ時間としては短いのかな。まあ、でもそれでもね、強いですよね。ほんと 50% なんで。これがね、まあ、チェイス中に使える、能力になっております。まあ、移動中でもいいですね。割れてなくても。これがまず一つ目。そして二つ目なんですが、こちら、作曲家ね、解読の仕方がめちゃくちゃ特徴的です。なんとですね、これもですね、このように、もうすごいね、完全に音ゲーになってますね。コンボっていうのに出て、おりますが、まあ、このね、三種類の、まあ、いろんなね、まあ、楽譜という、楽譜みたいなのがありまして、まあ、楽譜というか、まあ、その難易度というのが、設定されておりまして、まあ、こんな感じでね、この、音に合わせて、まあ、この赤と青のね、この音符をタイミング合わせて、このようにやっていきます。すると、なんとこれを1個成功させるごとになんと、0.23% 解読が速くなっていくんですね。はい、こんな感じでね、まあ、コンボを決めて、どん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 解読を速くしていくという感じです。非常に面白いですね。だからコンボを決めれば決めるだけ解読が速くなっていきます。なんですが、これコンボに失敗してしまいますと、このね、コンボ数というのが1個減ります。まあこれ0に戻るんじゃなくて、1個失敗すれば1個減る。1個成功すれば1個増えると、いった感じですね。はい、こんな感じです。いやー、本当にね、いいね。で、これね、あの、3つの楽譜というか、まあ3つの難易度があります。で、まず1つ目、グラーベという、難易度です。でですね、まあこのね、コンボがまあ最大で、この一番簡単な難易度は70コンボしかできないんですが、70コンボの場合は、これ 16.1% 解読が速くなります。はい。なんでね、まあ、一番簡単だけど、最大まで、この解読が増えるのは、そこまで、ないよ、70までだよっていうのが、一番低い難易度です。続いて、中くらいの難易度なんですが、これはですね、調整の発生頻度が、まあ、中くらい、
まあ、中くらいの難易度なんですが、最大のね、スタックコンボ数が80コンボとなっておりまして、これ80まで貯めますと、なんと 18.4% ね、解読が上昇します。はい。そして、最後の一番難易度が高いやつですね。これ、アルダンテというね、アンダンテですね。アンダンテという難易度なんですが、これは調整の頻度が高いです。もう一気に来ます。なんですが、その代わり、早くコンボ数も決まるし、そして、このね、コンボの上限も80となっておりまして、まあこれも 18.4% 最大で解読が早くなるという感じですね。まあなんで、ここに関してはね、本当にまあ自分がどの難易度で、このね、音楽のこのコンボを決めていくのかっていうところなんですが、まあね、これ本当面白いですね。うん。こんな感じで、音ゲーをね、皆さん決めてください。いや、非常にいい。そしてですね、他にもまだ能力があります。この作曲家なんですが、なんと、自身がね、解読しているときに、ハンターが信用範囲内にいた場合にですね、なんとハンターの位置がわかります。はい、こんな感じですね。まあ自分がね、解読していないとわかんないんですけれども、まあここから解読話しちゃうと見えなくなっちゃうんですけど、まあ解読しているときはね、このようにハンターの位置が見えるということで、まあ非常にね、動きやすい。解読してても、まあすごく逃げやすいね、感じになっております。はい。そして最後ですね、こちら。無音という能力になってます。これなんですが、作曲家は、普通のね、まあ普通のキャラクターである調整みたいな調整は発生しません。はい。まあ、この作曲家専用のね、まあ、さっきやった音符のようなものしかないんですが、その代わりですね、これ、このね、解読中に3回連続でこの、ま、リズムをね、まあ、この音ゲーを3回連続で失敗してしまいますと、なんとね、ハンターに、このね、自分の位置がバレてしまいますのでね、まあ、ここ3回連続で失敗しないように、気をつけてね、立ち回ってみてください。ということで、以上がね、作曲家の能力でした。わかりやすかったでしょうか。まあ、これなんですが、本当にね、面白かったし、あと、デバフというデバフが本当にないんですよね、このキャラクター。まあ、自身のね、この移動速度も上げることできますんで、まあ、チェイス能力に関しても、まあ、これがどれくらい実際に強いかっていうのはね、ちょっと明日テストサーバーでやってみないとわかんないんですが、まあ、チェイス能力も上げることもできますし、まあ、その海賊速度もね、非常に高いと。そして、面白い。そして、この見た目もいいというところで、非常に人気の出そうなね、キャラクターになっております。はい、いや、本当にね、いいですね。いや、まさか本当に音ゲーがね、ついに第五人格に失踪してしまうとは思ってませんでした。はい、ということでこんな感じですので、皆さんね、作曲家ぜひ失踪まで楽しみにしててください。今回もご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。